Space Monkeys TV。 このお話なんですけど、河口湖で古くからね、バスフィッシングをされている方数名からね、聞いたお話なんですけど、まあ一般的なお話になってしまうんですけど、ブラックバスというね魚がまあおりまして、その魚は、基本フィッシュイーターと言いまして、そこにね、存在する湖や川などに存在する、例えばアユとかブルーギルとかワカサギ、そういった魚を、捕食のターゲットにしています。で、これは初めてね耳にする方や、釣りをブラックバスのねバスフィッシングを始めた方は初めて聞く話かもしれませんが、ブラックバスというものは、やはりねその共食い、ブラックバスも捕食するターゲットに、なっています。実際に捕食されするそうですね。で、まあ、ここまでは本当に、ね、一般的な話になってくるんですけど、ちょっと河口湖では、都市伝説的なお話がありまして、どうやらこの、ずっと住み続けている河口湖のね大きくなってしまっているバスのことを、これネイティブというふうに、通称呼ばれています。そのネイティブバスがですね、どうやらね、にわかに信じがたいんですけど、その放流したバスをどうやら捕食するターゲットにしているんじゃないかっていうねお話を私聞きました。で、これは、その20センチクラスや30センチクラスのねバスを丸飲みするバスっていうのはモンスター、つまりもうランカークラスのサイズになるんじゃないかなと、いうことがありまして、本当にそれがあり得るのかどうなのかっていう、やはりね、バスアングラーとして一度はそういったバスに、お目にかかりたいというものは、本望になってくるわけです。で、今回、その放流したバスを捕食するターゲットにしているバスを狙ってみようじゃないかということで、私こんなルアーを購入してきました。これは今かつのバスロイドジュニアトリプルダブル 3D リアリズム、カラーはノイケノンキーというものを購入してきました。値段は4600円。さあ、開けていきましょう。 3D リアリズム、プリントがね非常にリアルなバスのカラーになってます。いや、この毎回思うんですけど、ルアーを開ける瞬間というのはね、パッケージを開ける瞬間というのはね本当に嬉しいものです。ありがとうございます。さあ、取り出してみましょうか。こんな形ですね。非常にペイントがまあリアル、これぞブラックバスというような、そんな風格ですね。あ、これもカラーリングなのか。尻尾はねこれエラストマ製品を使っておりまして、非常に柔らかい製品ですね。まあ、放流バスをね河口湖で、釣られた方はお分かりのように、少しやっぱり体がね黄色いんですよね。お腹を見ると特にわかる。まあ、これはちょっと白いっぽいですけど、お腹の色はねこういった黄色っぽい色をしているのが放流バスの特徴。そして妙にね体がこうフライパンのように丸く、魚で言うと、ヘラブナに似たような、魚体をしています。で、口がですね、信じられない、ブラックバスではねこう信じられないぐらい小さい、ポイントになっています。なんで小さいかというと、多分そんなにこうね追いかけ回して餌を食べる、狙いすまして餌を食べるということがないので、口がね小さく進化してしまったのではないか、成長してしまったのではないかというのが特徴になってきます。さあ、それではお話に戻りましょう。さあ、それではこいつの水中に入った時のそのリアリティさを見ていきましょう。入れていきますよ。どうでしょうか、このカラーリング、まさに放流バスですね。尻尾の振り方とかは本当にナチュラル。今棒をつけてね沈ませています。このね狭い水槽の中ですと、こいつのね動きがまだ未知数で分かりませんが、棒をつけてこう軽くね左右に振ってみますと、放流バスがゆったりと泳いでいるように見えるじゃありませんか。さあ、水の中がだいぶ汚くなっていますので、水中の水をそろそろ変える時期かなと思います。てな感じで今回はこんなもんにしておきましょう。それではスタジオに戻ります。ということでね、今回こちらの方を購入しました。本当に都市伝説的な、お話というか、夢を追い続けて、その
放流したバスを捕食するバス、これをね、こちらで狙っていく釣りをやってみたいという、ただ私の強い願望でございます。ということでですね、こちらを、明日明後日朝一、だいたい日の入りから入りまして朝の7時ぐらいまでの本当に短い長考、2時間ぐらいかな、できて2時間ぐらいでちょっと狙っていこうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上、スペースモンキーズ TV の、今回バスロイドジュニアトリプルダブルのルアー紹介でした。バイ。